私の自由でしょ。ねえねえねえ、カナタさんって可愛いの。ね、とってもセクシーなんだよ。秘密、絶対言っちゃダメ。どうして？それって秘密にするようなことかな。秘密？ほいじゃ、ゆえは黙ってるね。ここの胸のとこ、蝶々のタトゥーがあるんだよ。さっき見せてもらっちゃった。秘密って言ったのに。おりょおりょりょ。ゆえは約束守ったもん。誰が父さんじゃい。おいでおいで、怖くないよ。びっくりしたね。よしよし、もう平気だよ。猫ってなんて怪しいのかしら。人間を惑わすために神様の作ったこの世で一番セクシーな生き物ね。この花がなんでこんなにひんやり湿って可愛らしい大きさにできてるか。キスの鐘。クエスチョン2。じゃあこのおでこ、柔らかくて丸くて手のひらを当てるのに心地よいサイズ、これは何？手じゃなくて両手で抱っこして。はい。
しいこと考えてない？マジ？なんか目線が怪しいんだよね。やらしい？怪しい？同じ男として情けないっす。おえ？さあさあ、フラワーかきお嬢さんたち、下がって下がって、危ないよ。最低でもこの辺帯から5メートルは離れていいよね。と言っても、このカフェはそこまで広くはないのだが。我々は容疑者を古くから知っているという K さんにお話を伺うことができました。普通の子でしたけどね。挨拶とかもきちんとしていましたし。容疑者 S は18歳、ごく平凡な大学生。近所での評判は良かったようです。しかし一方、我々はこんな声も聞くことができました。情報を集めるうちに恐るべき、なんとも恐るべき真実をつかんだのです。正吾くんって犯罪者？今年の3月くらいから毎晩決まって深夜2時22分になると、ある奇怪な行動をとるというのです。ええ、よく見ますよ。もう本当にナンバルになった。そりゃ、初めて見たときは驚きましたよ。怖いですね。またかと思いましたけど。そしてなんと、我々はその様子を捉えることに成功しました。これがそのスクープ映像です。はい、キュー、はい、キュー。一旦 CM 行きます。おかしいことに決まってんでしょ。芸人としてこの先厳しいよね。よね。す。あー、ダメだダメだ。がっかりしたな。したな。受けた？
丈夫、まだまだこれからだよ。君は芸人としてなかなか見込みがあるぞい。うむ、荒削りだが光るものを持っている。必ずや君は売れっ子になるじゃろう。うまい。そうっすね、すごい甘いって感じ。キモいっすよ、キモい。この時正吾はまだそれは本当に小さくささやかな光でしかなかったが、自分の胸に熱い炎が灯るのを確かに感じていたのだった。あ、そうだ、銀河鉄道の夜どうだった？本当に読んでるのか？こいつ字が読めるかも怪しい大学生だし。いいよいいよ、ゆっくり読んでね。私今日はこれで帰るから。用事があるの。バイバイ。じゃね、またね、また来てね。つい勘繰りたくなっちゃうけど。ん？何？飛騨扉って知ってる？あ、うん、知ってる。飛騨さんでしょ？リフのお友達だから。やっぱり？みんなもお友達なんだ。そうそう、お友達、僕らとっても仲良しさんなのさ。のマグロ、特にこいつは。おお、ミフちゃんとヒダトビラ、俺らはトビって呼んでるけど、どういう知り合いなの？からの知り合いみたいだけど、多分町の公共施設とかで出会ったんじゃないかな。町の公共施設？リフはそういうところに知り合いが多いからね。市が企画してるフラワー教室とか情報交換交流会とか、そういうのをよく行ってるよ。え？トビーのキャラと合ってないんだけど。しつこいですね。トビーだって言ってるでしょ。いやー、そこをなんとかお願いしますよ。何度も言ってるでしょ。何度も聞いてます。何度も来すぎ。何度でも来ます。何度でも断るっちゅうの。でも店長は一度も依頼を受けたことないらしいよ。もったいない。どうして？そういうキャラなんだよ。俺にはわかるっす。男は黙って、それが男の美学っす。いても顔も隠すっていうのは
どうでしょう。それならあなたの哲学が守られると思うのですが。哲学？なーにそれ。俺はただ自分にとって利益にならないことはしたくないよって言ってるだけだけど。予算を取って出直す。断っちゃうんですか？せっかくの話なのに。ん？面倒でしょ。たまには一度くらい受けてみようよ。俺テレビに出てみたい。ないと思うんですけど、より多くの人々がこのカフェの美味しさを認めてくれるってことだから。お、まあ誰も彼もみんなに認めてほしいとか思わないんだよね。え、どうして？だってそうだから。どうして？あ、みのちゃん、君って感情に説明とかつけた方が好み？言ってる意味わかんないです。たくさんの人たちに知ってもらったところでこの店のスペースは変わらないわけなんだし、意味ない。これなら君の理屈に通るかな。私、大勢の人たちが同じ気持ちを共有するってこと、とても大切だと考えてるんです。うんうん。そう、いいよね。俺はそのネオちゃんの考えを全く共有できないけどね。店長、人と人って気持ちが通じ合うっていうか、共感し合うことができるっていう潜在的能力をみんなそれぞれに持ってると思う。それを補助するのがメディアの役割だし、それって素晴らしいことなんじゃないかな。